よし、ゲームニュースが終わったんで、もうド初見でフォートナイトをやっていきたいと思いますね。オッケー。全然やったことね。荒野行動もね、その時に横でその女の子に説明してもらったけど、ちょっと触ったかな。多分触っても2秒ぐらいしか触ってないぐらいの感じ。なんでかっていうと、苦手な系ですね。僕の FPS 系とか、シューティングサバイバル系とか僕苦手なんで、ちょっとあんまりやらんかったんです。しかもスマホがね、遅いんです。僕ポケモン GO すら動かないスマホでどうやってフォートランドじゃないわ、荒野行動をやるんかなと思ってたんですけど、これパクリなんか本当に。っていうかね、今回の E3 話で言えやって話なんですけど、スプラトゥーンのパクリみたいなのもなかった。あれも結構音楽とか、絵とか、世界観すらも似てなかった。忍者ラダーンみたいな。でもこのフォントがなんか可愛らしいです。絵は面白いね、確かに。これ、なんやろう。今日やって飽きたらすぐやめよう。明日からタコの置くと、あれをしなあかんでさ。ああ、さっきのゲームにちょっと話すの忘れたんやけど、話すって噛みすぎやって。ねえ、これ。いやいや、スキップしよう。え？サインプもしくはログイン開始にするとアカウントリンクできなくなります。いいよ。こんなパソコンみたいなゲームなんや。まあちょっとやってみましょう。そう、さっき言うの忘れてんけど、オクトエ、あのさ、オク、なんやったっけ？オクトパ、ちゃちゃちゃ、スクエニのなんていうゲームやったっけ、あれ。あれもオクトパスやん。で、せっかくイカにタコってややこしいなって言ってたのに、イカがエキスパンションでタコって、タコ、しかも7月に出るって言ってたから、オクト、あのスクエアのオクトも。だからもうタコタコになつんで、かぶりにかぶったよね。って言おうとした。あ、ここまだ街じゃなかったよ、俺。しまった。応援、オム。ちょっとね、初見やで、許して。え、ちょっと待って、 OK って押してるけど、なんで動かんの？短い？短いんかな？ いっていうのも出んのや。ほな、もうおっちゃんできないでぞ、こんなの。 OK。 なんでやって。で、しかもなんで消えるん？しかも誰やパクったの、俺の名前。俺の名前誰やパクったの？すごくない？俺の名前パクるやついるの。弟か？弟ぐらいやろ、パクるの。弟にメールってあんませんやん。で、弟にたまにメールしなあかん時が来てさ、メールアドレス教えてって言ったら俺のやつやったんやてな、この。パクってるやんと思ったんですけど、弟か、これやってんの。あー、インクついてるね。あれまたスプラから来てるんだ。そういう時代か。いろいろそういう時代か。荒野行動とか、忍者らホイみたいなやつとか、そういうことか。でもね、E3 いつかは行きたいっすよね。いつかは行きたい。これなんやろう、あ、そう。で、セレステやランクになっちゃったんやけど、左から2番目、3番目の人セレステっぽかったな。ピックフレンドとして通過。何これ、意味わからんねんけど。はい。おい、もう始まってるやん。俺苦手や、やっぱこういうの。もうこっから何したいかわからんもん、俺。スクワット？何言ってんの？わけわからん。へえ、パソコンやな。プレイしますか、もう。マッチメイキング。これってプラットフォームをクロスプラットフォームなんかな？クロスプラットフォームっていう言葉かっこいいから使ってみようと思ったけど、合ってるんかな、使い方。敵を倒す。SMG で敵を倒す。どういう意味？でね、こういうのってさ、なんか細かく書かれてるから、ゲーセンとかのすごい解像度の高いモニターでやるんかなっていう感じのやつが最近増えてきてるじゃないですか。最近って言ってもめっちゃ前からやけど、俺的にはついていけない感じなんですけど、ゲーセンに前久しぶりに夜中にカラオケに行ったんですけど、まだゲーセンでゲームやってるやついるんって、あれなんなんやろうね、あの人。俺もね、ゲーセンで昔ゲームしてたんですけど、今ってゲーセンより家の方が絶対楽しいもの
もうゲーセンでしかできないことって、ダンレボぐらいじゃない？ダンレボを人が見てるところでやることぐらいじゃない？ダンレボって古いね。おお。誰やこれ。俺や。なるほど。全然やり方わからん。うわ、もうなんか怖いことな、え？意味わからんねんけど。これない。この始まり方も荒野行動と一緒やで。ここ説明してたもん、その女の子。こうやって飛んでいくのが楽しいっつって。そこ楽しいところじゃないやろうとか思ったんです。こうやって上をしたらこうシューっていくのも楽しいって言ってたもん。声でしか聞いてないけど、絶対パクリやん。一緒やな、本当に多分。なんでそれ出せるん？忍者ランについても、なんでスプラトゥーンにめちゃくちゃ似てるのに出せるんやろう。任天堂なのに、しかもそれは。ちょっと、おお。ストーンの発生まで53秒。全然わからん。カメラをリターンし、リバースしたいし。うわー、リバースして。全然できん、リバースせな。うわ、上向いてまう。走るのは？おい、何出てきたの？どういうこと？全然わからねえけど、俺こういうの。もうやめよっかな。俺めっちゃこんなもんしか持ってねえし。これ壊せるやん。これなんや。やっぱりね、ごめんなさいね。やめようかな。まったく俺これできねえよ、このゲーム。ちょっとね、最初のトークだけ楽しんでください、じゃあ。誰もええんし。誰もいないの、なんで？入ろう、ここ。壊れるんけ？俺。武器壊れるかもしれんって、ゼルダの病気じゃねえよ。なってた。あ、なんかいいのある。え、どうやって取るのこれ。どうやって取るのこれ。拾う、Y か。で、X か。おーい。おーい。こういうこと？ふわふわなってたな、今。ちょっとリバースどうやってしたんやろ、ちょっと待って。オプションとかないの？しかも、ちなみにこれ課金って、課金なんけ、このゲーム。誰もいない？誰かいる。全然わからん。これなんなんあれ。リバースしてーなー。カメラリバースってどうやってやるの？これか。マッチメイキング、何やこれ。カメラのとりあえず反転にさせてもらいます。反転もう一個ねえし。保存するのはどうやってやるの？保存の仕方が分かんないっす。あ、適用か。おお、できたんけ？できたっぽいな。できてねえし、右左は。どうしよう、右左できてねえの。誰もいないのね、これ。誰かいるとこまでどうやっていくの、これ。誰もやってないんかな、これ。まだ家帰ってきてなくて。なわけないよね。今日は明後日って書いてあったっけ。これどうやって走るん？
ちゃんと跡がついた。おお、ボヨンできるよ、ボヨンできるよ、これ。なんじゃこれ。お、なやなやなや。なんじゃこれ、面白いな。面白いって言ってんだわ。面白いやろ、絶対人と会うと面白いやろけど。だ、俺しかええやん。なんか倒した言ってるけど、なんで、どこにいるのみんな。倒されたくないけど会いたい。倒されたくないよ、でも会いたい。いる？誰か。走り方教えて、誰か。走れるっけこれ。あ、走った。押し込みや、ゼノブレードと一緒や。これどうやって取るの、これ。これ取り方が、あ、X か、ね、ちゃんの取り方 Y か、わからねえな、取り方が。誰かいらっしゃいますか。誰かいらっしゃいますか。よし、ここ打って終わろう。はい、終了。